すまないが、前回相談されていた件のことで来てもらえないだろうか。今、時間はあるか？相談がある。申し訳ないが、問題が発生した。ずいぶん眠たげたな。大丈夫か？前から疑問に思っていたのだが、俺が呼び出すとすぐに来るのはなぜだ？前後の予定をずらしてでも無理してここに来るだろう。それは本気でそう思っているのか？そうか。それでは仕事ついでに一つ話をしよう。君にもおいおい必要な情報だ。アインシュタインの特殊相対性理論は1915年に発表され、現代宇宙論では つまり宇宙原理の仮定の下では、ハッブルの法則において2つの可能性が、やっと眠ったようだな。まったく、こうでもしないと休んでくれないとはな。俺と同じことを言ってほしいなんてな。いい夢を。